中途覚醒があり辛いです。最初、デイビゴ5ミリを処方されましたが、あまり効かずサイレース1ミリを追加されたのですが、やっぱり起きてしまいます。あとはデパスを1日3回飲んでます。依存や弾薬を考えると不安な面もありますが、先生ならどんな処方をしますかと。睡眠の話ですけど、デイビゴ5ミリなので1日10まで増やせるので、まずそのデイビゴをしっかり増やすってことが1個ですよね。でデイビゴとの単剤最大量でもうまくいかないんであれば追加をすると。でサイレースも1ミリなので2ミリまで増やせるので増やすってことですね。でデパスを日中飲んでると、デパスで耐性ができちゃって夜の効きが悪くなるので、昼間の薬をちょっと減らしてあげると昼と夜でコントラストができて寝やすくなりますので、日中のデパスの減薬を進めますね。でデパスよりももっとマイルドな薬を、アルプラゾラムとかに切り替えていくのがいいかなと思います。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンをチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。